ラインガルテン。ラインガルテンは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン軍に属す自治体町村、以下、本校では便宜上、町と記述するで、1970年1月1日の市町村再編時に、グロースガルタ派とシュルヒテルンが合併して成立した。ラインガルテンは、ハイルブロン軍の西部、ネッカー川支流のライン川沿い、 コイヒエルベルクのふもとに位置する。ラインガルテンに隣接する市町村は東から時計回りにハイルブロン、軍独立し、ノルトハイム、シュバイゲルン以上、ハイルブロン軍である。ラインガルテンはグロースガルタハ地区とシュルヒテルン地区からなる。両地区は現在では事実上一体化している。シュルヒテルン地区にはリートヘーフェ小地区が含まれる。 およそ7000年前の新石器時代にはすでにラインガルテンの領域に人が入植していた。石器時代の長方形をした住居跡が多く発掘され、たくさんの石や粘土、骨で作られた家庭器具が発見されている。他の出土品とは時代様式が一致しない陶器について、ハイルブロンの医者で考古学者でもあるアルフレート・シュリッツは1901年にグロースガルタ派文明の概念。 紀元前4800年から紀元前4600年を提唱した。続く青銅器時代及び鉄器時代にも定住者があったことが発掘品から証明されている。紀元前500年頃にケルト人が新たな入植者としてやってきた。彼らや一世紀にヌカー川までを征服したローマ人たちはラインガルテンの領域内にその痕跡を残した。三世紀以後、アレマン人が ライン川右岸のローマ人居住地に押し寄せてきた。さらに500年頃から勝利したフランク人が、ネッカー川の北部地域から先住者たちを南に追いやった。8世紀にはグロースガルテ派とシュルヒテルンはフランク王国のガルタ派がウに属していた。グロースガルタ派とシュルヒテルンはロルシュ文書の中で初めて記録されている。ピピン王の15年目。 これは766年から767年を、さすが、ガーデホとスロートラという名で、ロルシュ修道院に造位をよ証明書に記載されている。ホイヒエルベルクの北斜面、グロース・ゲラタハ地区の狭いテラスに作られた、環状防類施設、いわゆるフライケンシャンチェ、フランク人の土イは、おそらく千年頃に築かれ、14世紀まで、少なくとも一部には、人が暮らしていた。 発掘では、タイルバディ暖炉を備えた家が発見されており、重要な人物が住んでいたことが示された。ローマ人入植地に沿った、このような施設は、南ドイツでは、類例がなく、10世紀から11世紀に、北ドイツの低地地方の城で築かれた例がある。この環状暴類の一部に接する形で豪族の城が築かれ、あるいは場合によっては、フランケンシャンツェも、 防御の堅固な住宅として用いられたのかもしれない。いずれにしても、出土品やこの広場の位置と状況から、ここが民衆の避難要塞として用いられていたことがわかる。ホイヒエルベルクの北側のシュルヒテルン地区は、何へもの壁と堀からなるハルヒエンブルクと呼ばれる、中世城塞施設によって守られていた。考古学調査の結果、古代の城壁の遺構が発掘された。 ハルヒエンブルク城塞は、騎士の城ではなく、避難城塞で、シュルヒテルンや、おそらくは、グロースガルタ派やシュバイガルッテンの住民たちが、肘に保護を求めて逃げ込む取りであった。シュルヒテルンは、はじめは、グロースガルタ派に属す公牧地の名前であったが、領主の館とそれに属す土地や従属する農民たちの、小作地を指すようになった。グロースガルタ派の領主館は、後に、 町の中心地となった。二つの金のイヤリングをした女性が発掘された、グロースガルタハの旧ラウレンティウス教会に隣接した、墓地遺跡は、700年頃にはすでに身分の高い、一族が存在していたことを推測させる。12世紀の初めまでには、すでに、グロースガルタハの3、4が、ラウフェン伯領となっており、1122年にはその、全県が、 ラウフェン博家が創設したオーデンハイム修道院に移譲された。1376年からはビュルテンベルク博がグロースガルタ派における所有地を拡大していった。彼らは大官僚だった1、4と両方君主権を獲得した。オーデンハイム修道院が衰退した後、16世紀にその権利はブルフザール騎士団に移った。おそらく13世紀に バイズベルク家がシュルヒテルンの所領を獲得した。1431年に、その所権利、すなわち土地所有権、裁判権、ワイン製造権をセングルデンで、プファルツ家の分家にあたるファルツイコールモスバッハ家の旧中博夫等に売却した。この家門が断絶すると、シュルヒテルンは、相続によって1499年に、プファルツ選定公領となった。それ以前は、 昔からナイペルク家がシュルヒテルンにおける権利を有していた。彼らはパンクラティウス教会の建設者で1305年から1499年までその被護権を有し、またシュルヒテルンの裁判に教会録所有者として参加し、シュルヒテルン教区の統治に対する提案権をも有していた。30年戦争や続くプファルツ継承戦争で、 グロースガルダ派もシュルヒテルンも周囲のほとんどの町がそうであったように大きな被害を受けた。シュルヒテルンでは一部で人口減少が起こったが、流民などの流入により再び人口は増加に転じ、これにより特にカトリック組織が拡大した。ブルフザール騎士領の継承権移行に伴い、グロースガルダ派は1803年にバーデン大公領となった。 1806年には他の権利との交換によって公爵で選定校の身分から王になったビュルテンベルクの領土となった。これによりグロースガルタ派はビュルテンベルク王国に組み込まれたのである。シュルヒテルンは1803年までプファルツ選定校領オーバーアムトモスバフ派に泊まっていい。オーバーアムトは地方行政区分。その後、来人間公領となり、 さらに2806年にバーデン大公領となった。この時にはグロースガルテ派とその周辺集落はビュルテンベルク王国領になっていたため、シュルヒテルンはビュルテンベルク王国領内にあるバーデン大公国の飛び地となった。この町をビュルテンベルク王国領に改めようという動きが双方から何度もあったが、結局成果は得られなかった。 第二次世界大戦直後の1945年6月25日、アメリカ軍占領司令部は、この町は以後ビュルテンベルクのハエルブロン軍に属すことと、定めた。バーデンイコール、ビュルテンベルク州の自治体再編の時代、1970年1月1日に、シュルヒテルントグロースガルタ派は、分離から40年を経て合併し、新しい自治体ラインガルテンが成立した。 ラインガルテンは合併40周年となる2010年に死へ昇格することを目標に掲げた。2007年4月27日にラインガルテン議会は具体的な計画の指導を決議した。宗教改革の時代、グロースガルタ派では1530年頃にルター派が布教し、1535年にはビュルテンベルクの領主ガルター派の信仰を採用した。シュルヒテルンでも プファルツ選定校によって1556年にはルター派が1559年からカルバン派が進行されたが17世紀にプファルツ選定校がカトリックに戻ったことにより町も再びカトリックに服した。グロースガルタ派とシュルヒテルンにはそれぞれ独自のプロテスタントの教会組織がある。ラインガルテン内にはカトリックの教会組織メソジスト教会 シ使と教会がある。シュルヒテルンのユダヤ人は30年戦争後に初めて記録された。1750年には4個のユダヤ人家族が定住していた。1800年頃に住居内にシナゴーグが設けられた。1801年には42人のユダヤ人がシュルヒテルンにいた。大部分の貧しいユダヤ人たちは炎天通り地区に住んでいた。 1900年頃にはユダヤ人墓地が設けられた。ユダヤ人のコミュニティは19世紀までは次第に拡大していった。しかしその後ユダヤ人は数を減らし、1885年の99人から1933年には28人にまで減少した。1938年にはブルネン通りのシナゴーグは破壊された。 シュルヒテルンに最後に残った十二人のユダヤ人も1940年から1942年に強制収容所に抑留され亡くなった。1945年に生き残った二人のユダヤ人がシュルヒテルンに帰ってきた。ラインガルテンの議会は十八人の議員からなる。議会ではこれに議長を務める主張が加わる。ズガラ、左右に分割。向かって、 左は赤字に銀色で下向きの剣。向かって右は銀字に赤の焼き網。旗は赤から白である。グロースガルタ派とシュルヒテルンが合併した後、新しい自治体ラインガルテンの紋章として、シュトットガルトの文書局は14世紀以来の伝統を持つグロースガルタ派の紋章を用いることをひさげした。しかし、ラインガルテンはこれを採用しなかった。 その後、ラインガルテンが作成した新しい紋章は、グロースガルタハ及びシュルヒテルン、それぞれの教会の守護聖人である、イパンクラティウスの剣とイラウレンティウスの焼き網を組み合わせたものであった。バーデンイコール、ビュルテンベルク州の内務省は、1970年9月25日に、この新しい紋章を旗と共に認可した。レシグニーとアーゾラの間でも、 有効都市協定が結ばれており、三社間相互の有効都市となっている。ラインガルテンは多くの見どころを通るビュルテンベルクワイン街道沿いに一致する。1975年に創設された博物館アルテスラアートハウス旧場役場はラインガルテン郷土協会により運営され、考古学資料や郷土史に関する展示物が収集されている。 遠くからも目立つラインガルテンのシンボルはホイヒエルベルク展望台である。これは1483年にホイヒエルベルクの山上にエーバーハルト御征白により建設されたもので、ビュルテンベルクラントグラーベン、ビュルテンベルクの北の国境に建設された防衛施設群の一部をなす。現在、ホイヒエルベルク展望台はレストランを備えており人気のあるハイキングの目的地となっている。 ホイヒエルベルク展望台の下部には、フランケンシャンツェと呼ばれる防御施設が見られる。ラインガルテンの歴史的な教会には、1190年の記録が残るグロースガルタハ地区のプロテスタント教区教会、セイラウレンテウス教会や、シュルヒテルン地区中心部の後期ゴシック教式のカトリック教区教会聖パンクラティウス教会及び1843年に、 建設されたプロテスタントの教会がある。毎年6月の最終週末にシュルヒテルンで行われるキャセンフスクとは近在でよく知られている。この祭りではバンドのライブやパフォーマンス、子供の飲みのし多くの飲食屋台などの娯楽が提供される。グロース・ガルタ派のケスリッツはパレードや競馬、その他のプログラムが用意された郷土祭である。 この祭りは3年ごとの秋に開催され、最近では2006年9月に行われた。ラインガルテンは、ハイルブロンからカールスルーへ向かう、連邦道 B293 号線及び、クライヒガウ鉄道、カールスルーへ、ハイルブロン沿いに位置している。この鉄道は、ハイルブロンの支電、トラムトレイン S4 として利用されている。町内には、クライヒガウ鉄道の駅が4つある。 この鉄道は、ハイルブロン方園路へキンコ交通によって、閉されている。ラインガルテンでの出来事は、日韓紙ハイルブロナーシティマの、ラインタール版及び町の広報誌に掲載される。ラインガルテンには、消防団、ジャガンドハウスミューラ・キンダー、ウント・ジャグンクルトゥア、青少年の家、祝祭ホール、文化センター、屋内及び屋外プールがある。 近郊のレクリエーション施設としては、ホイヒエルベルクのふもとに2つのアイヒボット湖がある。この湖の周辺地域は、樹木園や遊戯広場のほか、ビオトープともなっている。ラインガルテンには、約100ヘクタールのブドウ畑があり、その約60%で赤ワイン用のブドウが栽培されている。主な栽培地は、ホイヒエルベルクのふもとで、 ビュルテンベルクワイン産地のビュルテンベルクウンターラントに属す地区である。ワインはシュバイゲルーンのヒューカルバーグケラー EG あるいは独立の販売業者により市場に出荷されている。グロースガルタハとハイルブロンイコールネッカーガルタハ地区の間に2つの変電所が設けられている。1つはスーアグエナージーのもの、もう1つはエンベベイエジーのものである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。